休んじゃおう。あれ、クラウディア？こんにちは、ライザ。今はいないよ。でも、なんでここに？うん、ライザにフルートを聞いてもらいたくて。それに私も、私たちの隠れ家を使いたかったんだ。お、クラウディアも分かってきたみたいね。その心意気に免じて、お父さんには黙っててあげよう。ありがとう。それじゃ早速フルート聞かせてよ。より肩の力も抜けてるし、みんなへのお披露目ももうすぐかな。それはまだ早いかも。入るぞ。おお、二人とも来ていたのか。おかえりなのかな。遺跡の調査、お疲れ様です。この近くにはいないようだ。一応いいことではあるんだが。クラウディアのフルートのこと。ああ、フルートなら旅先でも見たことがある。そうなんだ。人目につかないようにこっそり練習していたというわけか。お父さんには秘密にしておいてくれると助かります。それが大将を離れて森に入り込んだ理由か。確かにここなら誰にも知られずに練習できるな。お父さんわけ。練習の邪魔をして悪かったな。リラ、もう一回りしてこよう。ああ、それじゃあな。それじゃあ私も戻るね。聞いてくれてありがとう。おう、どこに行く？よし。あ、ライザ。アガーテ姉さん、なんかやらかしたっけ？待て待て、今日は説教をしに来たわけじゃない。え、違うの？てっきりいつもの流れかとは。でもお説教じゃないのなら。いっ、分かってるならもうすじゃない。お前に一つ頼みがあるんだ。頼み？ああ、私じゃなくて船着き場の漁師が。いや、直接話を聞いた方が早いか。一緒に来てくれ。にまで頼られるなんて、ちょっとは認められてきた？こら、調子に乗るな。すまないが、さっきの話をこいつにもう一回してくれないか？話してなんとかなるなら何度だって話すよ。実は魚がちっとも取れなくなっちまったんだ。魚が不良ってやつ？ああ、ここ最近だが、いろいろと試してみたんだが、どれも空振りさ。正直もうお手上げでな。網元もうちのじいさんも、こんなのは生まれて初めてだって言ってるよ。どうだライザ、お前の錬金術でなんとかできそうか？なんとかね。私にできるとすれば、強力な餌を作ることくらいかな。解決できるんなら何？頼んでおいてなんだが、本当に大丈夫か？大丈夫だって。餌にするものは思いついたから、なんとかして作ってみるよ。普通にやったらうまくくっつけられないだろうけど、錬金術を使えば多分。
何でもいいからうまくやってくれよ。
これでどう？これ、魔物なんて嵐でもなきゃ入ってこないもんだが。もう、一応気をつけとくよ。それじゃあな。後でどんな感じだったか教えてね。アーガーテン姉さん、何人のことジロジロ見てんの？いや、極めつけの悪ガキも年月を経ればそれなりに成長することに少し感動していたところだ。それちょっとひどくない？せっかく姉さんの頼まれ事を引き受けたのに。すまんすまん。要するに錬金術師のお前を応援してるってことだ。どれにしようかな。これでどう？さあどうだ。じゃーん、こんな感じかな。なんか上達してきた気がする。できた、釣り竿だ。私釣りにはちょっと自信あるんだよね。肝心の釣り竿はお父さんの借り物だったけど、でもこれで自分専用の釣り竿もできた。釣りのし放題。あっ、それでさ、あのアガーテ姉さんが目をキラキラさせて、錬金術師のお前を応援するとか言って。すごいね、ライザも村の人たちに錬金術師として認められてきてるんじゃないかな。そうなのかな。主に伝えたか？魚が消えたのは大型の魔物が湖に入り込んだせいかもしれないんだぞ。わかってます、わかってます。それもちゃんと言ったってば。湖を渡る時も水面に影や揺らぎがないかしっかり見張るのは忘れるなよ。リラさんに教わったコツも実践してるから大丈夫だと思います。ライダーいるよね？うわ、びっくりした。なんなのいきなり。餌だよ、ライザの餌。は？ライザは漁師さんたちに餌を渡したんでしょ？あれのおかげで大量になったって大評判なんだよ。どんどん。あ、もちろん確信あったけどね。すごいよライザ、本当に錬金術師として有名人になったかも。うんうん、仲間の僕が漁師さんたちに囲まれてもっと餌を作ってくれって頼まれたくらいにはね。大したもんじゃないか、錬金術師ライザリン・シュタウト。あ、そうだ、本題は餌のことじゃなかった。ライザ、そのルベルトさんが用があるからすぐ来てくれって。お父さんが？また新しい課題かな。ここまで来ればとことん付き合うよ。すぐ準備していこう。どこに行く？ねえ、どこに行くんだい？
よ。もしかしてお父さんに殴られたの？ああ、うちのはちょっと困り者でさ、クラウディアのとこの過保護と真逆だよ。最近は殴られるばかりじゃなくなってきたけどね。今度はなんで喧嘩したの？あれだよ、ライザとつるんで有名になってきたせい。私の要は自分の知らないところで俺が有名になってるのが気に食わないってことさ。どっちにしても最悪な理由だよ。俺としちゃざまあ見ろってとこだけどな。あと俺のつまんねえ話は終わりだ。こんにちは、ルベルトさん。わざわざ呼び出したってことは。課題は達成されていないぞ。そうでした。課題はまず私自身が錬金術師である君の腕前をこの目で実際に確かめることから始めた。はい。そして村でそれなりの信用と支持を得られるようモリツさんからの提案を君たちに任せてみた。あのガラクタ装置クラウを任せるに値する人間かを見極めさせてもらう。ついに来たか。で、俺たちは何をすればいいんだ？対岸の我々の対象も通ってきた街道に最近魔物が多く出没するようになっている。まで進みまた帰ってくるまでの競争をしてもらいたい。競争？詳しくは後で話す。言うまでもないが危険な課題だ。しっかり準備してから島の対岸の船着き場に来てくれ。わかりました。やってみせます。ボスまで？なんでここに？競争ってまさか。ああ、実力を測るための競争相手として同年代のボース・ブルネン君とランバードルン君、そして村の。そこに小屋が立っている。
その扉に刻んである旅人に向けた注意書きの3番目を書き写してくること。競争とはいえ魔物もいるから慎重にな。その対応も判定に加える。私の出した課題だが、街道の安全確保も目的だ。どちらもしっかりやってもらいたい。ボスにはすでに伝えたが。何？お前らは詳しくは知らないとは思うが、街道の途中に古い廃墟群がある。その廃墟付近で大きな魔物を見たと旅商人の間で噂が立っていてな。一応気をつけておけ。大型の魔物、まさか。小妖精の森のあいつじゃないよね。どこまで続いて。待ちくたびれたぜ。とっとと進んでボスたちを追い越してやるか。焦って進むなって注意されたばかりなのに。魔物もいるんだし慎重に行こう。慎重に。行くぜ。おりゃ。えい。おりゃ。そこ。えい。行くよ。せ、今だ。おりゃ。今だ。行くよ。えい。そこ。おりゃ。そこ。おりゃ。もう終わりかよ。宝石っていろいろあるな。やあ、見た目も似てるし少しずつ覚えていかなきゃ。もう追いついてよほど慌てて駆け足してきたか。あれ見ただけでもこの課題を受けた甲斐はあったな。何言ってんのよ。クラウディアのために課題を達成しなきゃ意味がないじゃない。そうそう、早いとこ用事を済ませて帰ろう。小屋の扉にある注意書きっと。あった、これか。3番目は何々。南に下る旅人は決して街道を外れるの？それって村でよく歌われてるわらべ歌じゃん。ああ懐かしいな。確か続きは西は悪魔の門が迫り東の城にはそれ以上の完全な禁忌になってるんだ。レント
ーの目指す塔はその先か。ああ塔どころかすぐ手前の野に踏み込んでみようって覚悟も腕前もまだまだ私たちにはないね。決して街道を外れるなったよ。さあ注意書きも分かったし帰ろう帰ろう。ところで爆発？行ってみようぜ。何が起きてるのかもわからないのに危ないよ。おじけづいてる場合か。ボスたちが危ないかもしれないんだぞ。わかったよ。何もありませんように。うわっ、なんだありゃ。ボース、ランバー。うわー、まさかあれって竜、本物の。早くみんなを助けなきゃ。助けるったってあんなのどうすりゃいいのさ。こうなりゃやるしかない。逃げなきゃ。でも助けないと。でも逃げなきゃ。どうしよう。助かった。竜はいたんだ。そんなことよりボスたちを助けよう。早く。おお、生きてるよな、クソ誰が。ちょっと待って、腰が抜けて。まごまごしてると竜が帰ってくるわよ。急いでボスたちをアガテ姉さんのところに運ばないと。わかったよ。お前たちみんな無事で何よりだ。そして怪我人を救ってくれたこと心から感謝する。だからあれって間違いなくわらべ歌の竜だと思う。それよりそのあいつら大丈夫なのか。傷は大したことなかったが。ああ、爆風に巻き込まれて地面に打ちつけられた衝撃で気絶しているだけだ。大事を取って3人とも搬送させたが、あくまで念のためだ。そんなに心配する通りです。あんなものがうろつき始めた状況ではいずれ誰かが襲われていた。競争という形を取り、互いが近くにいたことでかえって大事に至らずに済んだとも言えます。そう言ってもらえるとありがたい。ライザリン・シュタウト君。はい。緊急事態下において